日頃の嫌なことや疲れが一気に吹き飛んでしまいそうなほど、見ているだけで癒されてしまいます。まさしく忙しくて疲れているあなたにこそ見てほしい作品です。ダダーン、 N 子だよ。今週も始まりました、ザ・ N 子ショー。皆さん、ミリオンタンクって見てますか？なんて言えばいいんでしょう。オーディション番組でもないし、なんかトーナメント制番組？競争番組？優勝特典として賞金500万円だったり、集英社さんからの単行本化だったり、あとはネットフリックスでのオリジナルアニメ化などなど、豪華賞品がたくさんあって、それに向かってペアの方々が戦うっていう、もうすごく熱いバトルもののような、番組なんですけど、それがジャンプさんの YouTube チャンネルで毎週金曜日、同じザ・ N 子ショーと同じ日に、配信をしているんですけども、英語の字幕もあるので、海外の皆さんも見てみてください。それでは今週もザ・ N 子ショースタート。 Weekly Favorites。 今週も私の独断と偏見で選んだ作品をご紹介。テーマはこちら、忙しいあなたにぴったり手軽に見れちゃうおすすめアニメ。休日はゆっくりアニメでも見ようかなって思う方もいれば、アニメが見れないくらい忙しいという方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんです。今回はそんな忙しい現代人に向けて気軽に楽しめちゃうおすすめのアニメをご紹介していきます。この動画を見る暇もないくらい忙しいという方もいらっしゃるかと思うので、先にラインナップをご紹介します。今回ご紹介する作品はこちら、ぷいぷいモルカー先駆けクロマティ高校、リラックマとカオルさん、モラン。作品名だけでも覚えておいてくださいね。それでは紹介していきます。ぷいぷいモルカー。モルモットの車たちモルカーの日常をストップモーションで描いたショートストーリー形式の作品で、とても可愛らしいモルカーたちのクスッと笑える日常が何とも癒される忙しい人にぴったりの作品となっています。アニメとご紹介しているのですが、基本的には実写の写真をコマつなぎで制作されており、役者さんのコマ送りの演技が差し込まれていたり、モルカーたちはフェルトの人形で作られていたり、時折綿や懐中電灯などを組み合わせて特殊効果が表現されていたりと、ストップモーションならではのハンドメイドな質感となっているのも特徴の一つです。またセリフは一切なく、モルカーたちの動きと効果音だけでストーリーが表現されているので、難しいことを考えずサクッと楽しみたい方にもおすすめの作品となっています。続いてはこちら、先駆けクロマティ高校。真面目な優等生神山がとあることをきっかけに入学してしまったえりすぐりの不良たちが通うクロマティ高校を舞台に、予測不可能な高校生活を謳歌していくギャグアニメ作品。エリート一家の不良林田慎二郎、ロボットのような見た目だけど男気があるメカザワ、どこからどう見てもただのゴリラなど、奇想天外なキャラクターたちのはちゃめちゃな学園生活がかなり笑えちゃうんです。1話あたり10分なのですが、その中に原作の3話分が詰め込まれていて、漫画を読めばわかるという一言で終わらせたり、モブキャラたちにはその他というネームテロップが出るなど、大胆すぎる演出も魅力の一つです。頭を空っぽにして純粋にアニメを楽しみたいという方にはうってつけのギャグアニメとなっています。原作の漫画も人気を集めている作品なので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。お次はこちらの作品、リラックマとカオルさん。都内で働く真面目な OL のカオルさんと、突然カオルさんの前に現れた
リラックマたちとの日常をストップモーションで描いたこちらの作品。カオルさんは恋人もいなく、友人から予定をドタキャンされたり、会社では苦い思いをするちょっぴり冴えない女性であるところがリアリティに溢れています。そんなリアリティ溢れる等身大のカオルさんにも惹かれますが、リラックマという癒しの存在がとても魅力的な作品となっています。まさしく忙しくて疲れているあなたにこそ見てほしい作品です。また本作のストップモーションの造形がかなり秀逸で、カオルさんの部屋の中をはじめとした各シーンの作り込み具合は圧巻の一言です。最後はこちら、モラン。ユニークなアイデアがいっぱいの元気なウサギモランと、シャイで控えめな親友のひよこピヨピヨの優しさに満ち溢れたフランス制作の作品。モランもピヨピヨもとても可愛らしく、対照的な性格ながらも仲良く日常を過ごす様子は、日頃の嫌なことや疲れが一気に吹き飛んでしまいそうなほど、見ているだけで癒されてしまいます。作中では宇宙語のような言葉を喋っているのですが、その言葉が分からずともどんな話か分かるほど、とてもシンプルなストーリーとなっています。子供と一緒に見ても楽しめる作品なのではないかなと思います。本日紹介した作品はどれも1話あたり10分以内でサクッと見れてしまいますし、癒されたり笑えたり、様々な視点でピックアップしてみたので、ぜひ自分に合った作品を見つけてみてくださいね。以上、ウィークリーフェイバリッツでした。 N 子の独り言。このコーナーは特にテーマを決めず、私が思ったことをお話しする超気軽なコーナーです。世界中の夏休みってそれぞれ国によっていろんな特徴があると思うんですけど、今日はちょっとアメリカと日本の夏休みの違いについて語ろうかなって思います。日本の夏休みは暑いアメリカの夏休みも暑いんですけど、全然暑さの種類がまず違いますね。なんか日本の暑さは空気が触れるみたいな感じ、ジメジメしてて、アメリカの夏はなんかカラッと、もう日差しが本当に強いっていう感じの暑さですね。車とかに入ると火傷してしまいそうなぐらい暑かったりとかで、私の夏休みの思い出としては、なんか日本とかの夏休みのイメージはなんかスイカ食べて、流しそうめん食べて、なんか花火とかして、でアメリカだとサマーキャンプによく行ってました。一日中ずっといろんな遊びをするサマーキャンプがあったんですけど、そのサマーキャンプのみんなと一緒に必ずプールに行ったりとかして、で夏休みの宿題の話をすると、アメリカだとあの夏休みって学年が変わる休みなんですよ。宿題っていうのがあんまりないんですよ。あるとしても読書感想文のような簡単な夏休みの宿題しかなくて、なんか日本のみんな最後に追い込んでやるみたいな、そういうイメージがあるんですけど、アメリカは結構もう能天気に遊びまくってますね。はい。なんかいろんな国の方々が見てると思うんですけど、皆さんの国の夏休みの過ごし方聞いてみたいです。なのでぜひあのコメント欄で教えてください。以上、N 子の独り言でした。N 子に質問コーナー。今週も皆さんからいただいた質問に答えていきます。それでは早速いきましょう。まずはこちら。It would be great to see something live from N 子。ちょっとあまり、まあ、喋りのプロではないので、ちょっと緊張しますね。なんですけど、皆さんと、まあ、リアルタイムでおしゃべりとかできたらいいなっていつか思ってます。じゃあ次の質問。N 子 es super tierna próximamente ASMR de N 子?面白いですね。面白い企画ですね。なんか ASMR 風にアニメ紹介とかしてみたいですね。昔みたいな。じゃあ次の質問。Did N 子 just confess to making boys fight for her amusement?
これは、N 子が小さい頃、男子たちをポケモンとして戦わせてた、エピソードを話した時のコメントなんですけど、大きくくくるとそうですね。昔の話ですからね。なんか今は全然そうでもないですよ。ご安心ください。ベジータ、What is the power level of N 子? Over 9000. What? Over 9000? いやー、ありがとうございます。ありがとうございます。My power level is equal to the number of Netflix anime YouTube subscribers. So, the more subscribers, the more powerful Enuko gets. チャンネル登録お願いします。はい、じゃあ次の質問。Hello Enuko, did you travel in foreigners' countries? Which ones? You're very cute, by the way. ありがとうございます。まあ、アメリカ、カナダ、インド、シンガポール、タイ、中国、日本。今後はいろんな国に旅してみたいですね。今回も様々な質問ありがとうございました。まだまだ皆さんからの質問お待ちしてます。以上、N子に質問コーナーでした。ザ・ N子ショー、本日もお別れの時間となってしまいました。忙しい皆さんでも気軽に見れる短いアニメをたくさん紹介したんですけども、なんか様々なアニメの形態があって素晴らしいなって思いましたね、なんかしみじみ思いました。ストップモーションアニメについてなんですけど、以前私リラックマとカオル3店に行ったことがありまして、本当に美術のセット、カオルさんの部屋の中のなんかフライパンとか本当に小さくて細かくて繊細な技術が詰め込まれているので、撮影も大変なんですよ。あれ一コマ一コマ撮影してるんだなってすごく実感しました。それではまた次回お会いしましょう。またねー。